スペックチャンネルをご覧の皆様、いつもありがとうございます。ナスペックの足立です。本日はですね、新ゴールドがですね、11月1日に発売されますので、それのご紹介をしていきます。私側にあるのが、ゴールドの 500-6G ですね、6G ジェネレーションになります。で、隣のモデルが、前のゴールドのゴールド300の 5G になっております。今回出しているのは、ゴールドの中の最上位機種、ソウルボーイの機種になるんですけども、型番がですね、ちょっとややこしくてですね、ちょっとそこを説明させていただきます。300から500、200から300になって、100が50になって、新しく 6G になった時には100が追加されます。つまりその 5G の時は100、200、300でしたが、今回の 6G は50、100、300でこの500という、そういうもの、編成になりますので、ちょっと初めは覚えるのでややこしいんですけども、そういった形のなれになっております。で、さらにセンタースピーカーですね、それが C250 なんですけれども、センタースピーカーは、その同じ型番になってまして、前回の FX がですね、オンウォールというタイプに変わって、500、300、150、センターとオンウォールというラインナップになっております。今回ですね、主に変わったのがですね、このツイーターですね、5G の時と 6G の時のツイーターの位置ですね、まず位置が大きく変わったんですけども、この上に出っ張った、こういった形になっております。本国の説明によりますと、ちょっとツイーターが出ていることによって、バッフル面の干渉が減ることで、広域の情報、空気感がよりましたというところですね。あとはツイーターがですね、前はマイクロプリテッドダイアフラムなんですけど、その MPD というモデルから、その MPD3 ですね、ツイーターもパワーアップしております。ツイーター自体もパワーアップしているんですけど、それは、ハイフンとか、プラチナムとか、あとスタジオとかですね、それの同等クラスのツイーターを使っております。もちろんそのゴールド用にちょっとモディファイアしてるんですけども、質としてはその上位3機種と同じものを使っておりまして、これもかなりパワーアップしています。マイクロプレートダイアフラムというのはですね、このプレート状のものをこう折りたたんでプリーズ状にしてですね、それを震わせて攻撃を出すんですけども、それが前のモデルはソフトドームの約6倍の大きさで、こっちも8倍ぐらいになってるという話ですね。その単純に6倍から8倍半になったという攻撃の情報量がぐっと増したポイントになっております。今回ですね、ミッドレンジニットとウーファイニットですね、ここも大きく変わっております。これの表面に六角形のパターンが入れられているんですけども、今回 HDT ですね、ヘキサゴナルダイヤフラムテクノロジーですね、新しいニットになっております。今回はその CCAM の素材で HDT のテクノロジーを入れております。で、前回は CCAM の素材のユニットと、あとこっちは RDT ですね、ディジタルダイヤフラムテクノロジー、プラチナム2と同じ素材を使っているんですけども、今回はこの CCAM の素材をに HDT の技術を入れたユニットになっておりまして、それを3つに使っております。で、このユニットがですね、ちょっと微妙にこれ3インチですね、こっちが 2.5 インチぐらいということで、ちょっと大きくしているのと、UFI ユニットはそう大きさは変わっておりませんが、この HDT のテクノロジーが非常に肝になっております。で、このユニットでですね、この六角形のパターンが入っているんですけども、この端っこの方にまでこのパターンを入れきらず、この端っこのところでですね、こう小さくちょんちょんとこう入ってるんですけれども、このパターンはいわゆる FEA という機械ですね。日本語で言うと有限要素解析機なんですけれども、それでこう細かなこうデータを取って、こうどこに歪みがあるか、共振があるかというか、ブレイクアップが生じるかみたいなところをこう解析して、そこのブレイクアップの溜まりというかですね、そういった部分が発生するところにこう小さなドットを入れて、効果的に共振を阻止するというところを設計しておりまして、このウーファーユニットもそのように設計しております。前回はですね、この端っこの方までパターンが空いているんですけれども、有限要素解析によってですね、この非常にこう効果的にこうどこに問題があるかというのを解析して、このユニット設計を行っておりまして、非常にそこら辺の解析の精度の高さがですね、音質面に現れておりまして、皆様にも後で空気旅行でも感じ取っていただければと思います。あとはですね、このユニットの部分でいうとですね、このもう一応最近意識しているのが、全般的にはこう振動に対する対策なんですけども、ツイーターミッドのこの部分もそうなんですけど、このウーファーの部分もちょっとアルミの素材でかませて、いわゆるキャビネットに、アルミのこのリングというかですね、このライザー部分をかませて、そこに、ウーファーとか、このユニットをこう固定しているというふうになっております。そのユニットとこのリングの間には、ダンピング素材をこう挟まして、この振動対策に大きく意識した構造となっておりま
して、であとこの台座もですね、足がキャビネットについているのではなくて、そのプレートを土台座につけて、そこにこの足の部分をつけているという、そういう状態になっておりまして、これもこのキャビネット の全体の振動対策として大きく助けになっている、そういう構造になっております。それでは、これからですね、特区記録の方を皆さんにお聞きいただきたいと思います。Bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring.Making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
何もいらない、ただ見送るだけ。どうしてあなたは、ちょうど波のようにさよならが来ました。言葉はもう何もいらない、ただ見送るだけ。遠く離れるもの、ここに残るもの、僕が決めても構わないなら何も言わない。どうしてあなたはそんなに手を振るのだろう。僕の手はポケットの中なのに、ちょうど波のようにさよならが来ました。言葉はもう何もいらない、ただ見送るだけ。どうしてあなたは。それではいかがでしたでしょうか。私こうやって比較視聴すると非常にこう優れた点が多いなということに気づきました。もちろんこのゴールドの方もですね、やっぱこう RDT の元々のプラチナムの、ユニットを使っておりますので、やはりこう非常にこうまあ良いこうウーファーの定期の出方をしてまして、もちろん非常に優れたスピーカーだなと、なんていうか取り扱うメーカーが言うのもなんですけど思いましたけども、やっぱこのやっぱ最新のテクノロジーですね、こう効果的にこういわゆる歪みを取り去るというか、まあブレイクアップを遅らせるというところをしてるんですけども、そこの技術が非常に上手に出た、スピーカーになっていると思いました。やはりこうまあ、もちろんツイーターもパワーアップしてるんですけれども、広域のいわゆる抜ける感じというかですね、この空気感とか、あとさっき説明し忘れましたけれども、このツイーターがですね、かなり、まあ、5G からもかなり気をつけてるんですけども、このツイーターとこのユニットがこう物理的に非常に近づけるという、ものすごく近づけるということをこう意識しているモデル、まあ、これがスタートだったんですけども、まあ、今回もそのようにしてまして、まあ、いわゆる低音源ですね、を意識したそういった設計になっているんですけども、広域とこの小さなユニットですね、それの音のつながりの良さも再現されていましたし、あと、まあ、ウーファーですね、このウーファーのこのなんかにじみのなさというか、非常にクリアな中低音、あと低音、まあ、重低音もそうです、とそうですけれども、響きの良さというかですね、ウッドベースなど、まあ、そういった弦楽器もそうですし、低域の出方もですね、非常にスピーディーで正確で、かなりこう技術進歩が目覚ましいなというのは、ちょっと実感できたモデルになっております。おそらくここからその別のモデルですね、まあ、ブロンズなりシルバーなり、まあ、今後もしかしてプラチナムにも新しいそのテクノロジーとして取り入れていくのではないかなという予測されるほど、こうかなり目覚ましい進歩を遂げたユニットだったと言えるのではないかと思っております。ゴールド 6G のこのモデルはゴールド 500-6G になります。11月1日ですね、発売日になっておりまして、今後皆様にもお店の方なのでぜひぜひこの音を体験していただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。